マツダ RX ビジョンは、マツダが製作したコンセプトカーである。2015年10月に開催された第44回東京モーターショーにて世界初公開された。マツダのデザインテーマ、魂移動、ソウルオブモーションに基づき、マツダが考える最も美しい FR スポーツカーの造形に挑戦したとしている。エンジンには次世代ロータリーエンジン、スカイアクティブ R を搭載し、 ロータリーエンジンの研究、開発を継続していることを合わせて明らかにした。2016年1月には、フランスで開催された第31回フェスティバル、オートモビルインターナショナルにて、最も美しいコンセプトカーを選ぶ、Most Beautiful Concept Car of t h に選出された。RX ビジョンをベースに、グループ GT3 規格を想定して制作された、オリジナルレーシングカー。 ベース車が持つデザインの美しさをレーシングカーとしてよりアグレッシブに表現。GT3 クラスの要求出力からかつての787バイトにおけるエンジンコンセプトを踏襲し最新のスカイアクティブテクノロジーを組み込んだ4ローターエンジンを搭載している。この RX ビジョン GT3 コンセプトは2020年5月22日に配信された。 プレイステーション4用ソフトウェア、グランツーリスモスポーツの1.59アップデートで追加され、ゲーム内で運転することが可能となっている。ありがとうございます。